こんにちは、日本の皆さん、高橋ダンです。今日も YouTube ビデオを見てくれてありがとうございます。For those of you who don't speak、Japanese, please fast forward to roughly 25 minutes into the video as I'll do the English version from there, or you can click on the link that I have posted right below in the description area. 一応、英語バージョンも日本語バージョンも今日は両方やりたいと思います。皆さんもうご存知だと思いますけど、このチャンネルのフォーカスは、金融とマーケット投資、それと政治、それと時々海外ニュースですね。できるだけ皆さんに他の YouTube の、サイトを見たり他のメディアを見て取れない情報を皆さんにぜひ伝えたいと僕は、毎日頑張ろうと思っています。で、僕の経歴については新しい登録者たちに対しては僕の経歴についてはこのビデオの説明というところをぜひ見ていただければと思っています。僕は、20年以上の投資をしている人でほとんど海外育ち、ハーフで母が日本人、父がアメリカ人、東京生まれですけどもうほとんど、海外育ちなのでもう言葉遣いも全部、英語が母語なので少し時々変な日本語を使ってしまいましたら、誠にすみませんです。で、今日話したいのはこれから、大恐慌 Great Depression になるかどうか、日本が、日本だけではなく世界がなるかどうか、このコロナウイルスの影響で、やはりこれに対していろんな議論が今あると思います。世界中で、これからどうなるか経済的に。で、僕の、考えと、解釈を皆さんに今日は5点で説明したいと思います。最初の1点はこの大恐慌っていうこの定義ですね。これは多分皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、一応定義を、インターネットと経済学者による定義を皆さんに説明したいと思います。2番目に説明したいのが一体経済の、大恐慌をどうやって測るのか、どういう指数を見ればいいのか、これを皆さんに説明したいと思います。3番目にはこのコロナウイルス、がどう経済にインパクトを与えているか、それと実際このコロナウイルスがどう変わっているか、前の大恐慌と比べるとしたら。4つ目にはアメリカのデータを見て、特にアメリカの、毎日の感染者人数、新たな感染者人数のデータを見てそれを分析したいと思います。で、最後に5つ目が僕の解釈を皆さんに伝えたいと思います。 OK、 まずは一番最初に定義を説明したいと思います。大恐慌って多分いろんな人が聞いたことあると思いますね。 Great Depression、 僕も、アメリカで大体大学だけではなく高校時代からみんな習っていることです。高校だけでもなく、時々中学頃からみんな教育で習っていることです。国立でも私立の学校でも。20世紀で一番大きな経済後退でしたんですよ、景気後退。特にアメリカが、センターだったんですけど、かなり波及して世界中にも影響があった大恐慌と呼ばれた長い経済後退、景気後退なんです。でも一切定義は何か、経済学者によるとこの大恐慌っていうタームは1回しか使われたことなく、やはりこの20世紀の、起こった1929年から、30年代の間の景気後退のことをもう大恐慌って呼んでるんです。実際他の景気後退にこの大恐慌っていう言葉はまだ使われてないんです。なのでそれが最初皆さんに説明したかったんですね。で、他に説明したかったのは、一体何が起こったのか。これは誰でもウィキペディアで、探ることはできて、もちろん英語バージョンの方がもっといっぱいデータがあるので僕は英語バージョンを皆さんに伝えたいと思います。実際これはリーマンショックとはちょっと違うんですけど、ちょっと似てるところはいろいろあったんです。これは金融ショックだったんですね。いわゆる、1年間ぐらいの間で、アメリカの金融業界では、銀行の3分の1ぐらいが破産してしまったんです。だからすごいスピードで破産してたんです。で、これはやはり原因は、
まあ、リーマンと同じく債務のありすぎてってですね、借金が、まあ、返済できないからっていう、あの人々が多くなりすぎて、でそこの債務の負担があった銀行がいっぱいあり、あの銀行が潰れ、まあ、まずはお客さんたちが、破産して、まあ、その返済をできなくなる。そこから銀行が潰れ、そこから金融システムに、まあ、そのリスクが、いろいろと波紋が広がり大恐慌になったということです。でもそれがかなりのスピードでなったんです。一応これがダウジョーンズの1920代と30代のチャートなんですけど、皆さんぜひ見て勉強するつもりだと思う、した方がいいと僕は思います。ものすごい上がりだったんですね。もう1920代の間ダウジョーンズがもうたったの、これは数年間でダウが25ぐらいから350まで行ったんです。だからもう、これはパパパってマスをすると、まあ、15倍ぐらい上がりましたね。急に圧倒的に。なので15倍ぐらい数年間で上がったダウジョーンズ、これはかなりの極端な動きなんです。あのリーマンショックの前の株式市場の動き、それとインターネットバブル1990代のダウの動きよりもっと極端に上がった株式市場だったんです。でそこで上がった理由は、まあ、It was called、アメリカでは Roaring Twenties っていうの。Roaring っていうのはつまり、まあ、ライオンがロアミしてるみたいに、すごい、なんて言うんだろう、大きな声で発言をするっていうのを、まあ、Roar、まあ、ライオンが Roar っていうのも、言うんですけど、Roaring Twenties って呼ばれていたんです。で、ここでいろんな、ストーリーがあるんです。Great Gatsby とか、もうめちゃくちゃ金持ちの人たちがいろんなパーティーをしてた時です。で、やはり債務を使っていて、まあ、お金を作っていた。ビジネスはいっぱいあったんです。なので、借金がいっぱい溜まっていた。で、そこからマーケットは、まあ、1ヶ月に 45% ぐらい下がったんですね。1929年です。で、大体8月、あ、すいません、9月ですね。1929年の9月にマーケット急に1ヶ月で 45% 下がった。で、そこで大体まあ3分の1ぐらいを回復して、そこでまたバーンと下がった。で、トータルの下がりが大体 88% です。で、これがまあ大体2年間の間で 88% 下がり、ボトムして、で、回復を始めた。これが大恐慌、Great Depression の簡単な説明ですね。OK。次。まあ、2番目に行く前に一応説明したかったのは、これがダウのチャートなんですけど、一応これは波及したんです、世界に。アメリカと、まあ、イギリス、最もイギリスと、まあ、ヨーロッパが本当にもう世界の経済のセンターだったんです。なのでアメリカと、まあ、もちろんアメリカはイギリスやヨーロッパといろいろ取引をしていて、イギリスもヨーロッパも同じように債務がすごく上がっていてバーンと下がったので同じように影響がありました。その時にはまだ中国、インド、はっきり言って、まあ、日本もあんまり経済的に影響はなかったんです。なのでアメリカとイギリスとヨーロッパがくたびれた時は本当にもうこれは世界的な経済っていう定義になったんですね。 OK、 次、まあ、それが大体の大恐慌の、定義です。2番目に今日説明したいのはまあ、どうやってこれからの大恐慌があるとしたら測るかどうか。いわゆる今、使われている景気後退の定義、僕は何回も過去のビデオで説明しましたね。これはリセッションって呼ばれていて、まあ、2四半期連続で GDP 成長率がマイナスになるってことですね。なのでまあ、GDP っていうのは、大体国の利益を示している、経済指数です。大体の人はみんな GDP を使っている。GNP とかいろいろ、指数があるんだけど、大体、まあ、みんなが見てるのは名目、GDP です。GDP も real、実質 GDP もあるんだけど、大体名目をみんな見ています。で、今の世界の経済の GDP を見ると、もう7割以上が、
4つの地域なんです。もちろんアメリカナンバーワン、ナンバーツー中国、ナンバーツーがヨーロピアンゾーン、まあ全部一緒に足していますね。ヨーロッパのそれぞれの国、一応ヨーロゾーンっていうとあって、まあ別々の国なんですけど、まあ一つの為替、すいません、一つの通貨を使っているのでヨーロゾーンで、4つ目が日本ですね。なのでその4つを足せば、これがもう本当に世界の7割以上のGDP なので、その4つを見るのがすごく重要です。でその4つを見るためには、もちろん GDP はまだ発表されてないんですね。今年の2022年の GDP、 だいたいこれは1四半期が終わってからだいたい2週間ぐらい最低はかかります。それとも2週間、それとも1ヶ月ぐらいはかかるかも、国によると思います。だから多分4月末までには発表されるところはいっぱいあると思います。で、多分ほとんどの国は全部マイナスです。コロナウイルスの影響で。で、まあ元々去年の4四半期、4th quarter でマイナスだった国は多分みんな景気後退という定義に入ってしまいます。だからリセッションっていう国はいっぱいあると思います。で、それがどれぐらい下がるか、本当に測るのは難しいんです。まあ、僕も前のビデオで、説明したんですけど、僕の経験で一番測りやすいやり方、GDP が発表される前は、この Conference Board Leading Economic Index って言って、これを使うんですね。これはリーディングインデックス、なので先行指数で、出しているのはアメリカの、Conference Board Leading Indexコミュニティって言って、まあこれは民間部門なのです。だからいいところは政府と全然関係ない機関が出している。で、大体この機関が出している、まあこの組織が計算しているこのリーディングエコノミックスインデックスは、それぞれの国でも計算していて、世界でも計算していて、大体 GDP と同じように変動していて、大体他の経済指数より先に動くものを使って計算してるんです。例えば株とか、まあ、なんていうの、Purchasing Manager Index、これ、製造指数とか、まあ、株式指数、債券指数、まあ、消費者態度、いろんな、まあ、大体一番先に動く、経済で最も早く動く指数を使って計算した、リーディングインデックスなのです。で、これはもう、パブリックに公表されてるんです。で、僕はだいたい OECD の、インターネットサイトを使って見るこのチャートをとても見やすいので、これを使って、見てみます。で、まあ、これは、この15年間の間のチャートなんですけど、今入れたのがアメリカ、中国、ヨーロッパ、ジャパン、OECD トータル、まあ、まだ入っていたね。実際いらないんだけど。OECD 等々というのは、まあ、大体世界全部。なので、まあ、ここら辺全部細かく見えないんですけど、大体みんなもう下がって、まあ、リーマン以外の低さに全部リーディングインディケーターが下がっています。それぞれの国。なので、まあ、多分これは当たり前ですけど、リーディングインディケーターを見ると、多分発表される GDP はほとんどみんなの国、全部の国はマイナスになります。この、2022年の1四半期に発表される GDP はほとんど全部成長率がマイナスになるはずです。特に、まあ、世界 GDP は多分マイナスです。なぜかというと、最もの大きい、アメリカ、中国、日本、ヨーロッパがもうリーディングインディケーターが、リーマンショック以外の低さになっているから、多分 GDP が発表されるとき同じことを示すと思います。なので、これがまあ、ちょっと2番目に今日説明したかった点なんですね。これはすごく重要な点なので、皆さんもぜひ見ておいてください。やはりどうやって GDP を計算するか、どうやって大恐慌を計算するかというのは、多分まあ、少し明確じゃないと思うので、GDP が出る前にどういう指数を見るかっていうのは、それを頭の中に入れておくのはとてもとても重要だと思います。OK。3番目に話したいのは、まあ、このコロナウイルスについて、これがどう今と影響があるか。まあ、もちろん、
GDP はまだ発表されてないけど、いろんなデータがいつも発表されてるんです。で、特にコロナウイルスっていうのは、まあ、最初アジアで感染人数が出てきました。それはもうみんなご存知ですね。もちろん最初中国、そこから韓国、そこから日本、台湾、でそこから波及が始まり、2月は大体ほとんど、アジアだけだったんだけど、3月になってそこから波及されたヨーロッパとアメリカで、3月から市場がすごく、下がり始めた。やはり、昨日のビデオでも言いましたけど、世界の金融センターは、アメリカ、特にニューヨーク。なのでニューヨークがヒットされた時に、まあ、ニューヨークのデータ、それとアメリカのデータがすごく悪化した時に、株式市場はものすごく下がり始めたんです。で、まあ、言いたいのは、今の経済のデータ、まあ、全部の国は見るはずです。もちろん中国の日本もヨーロッパも全部重要で、全部今のところ下がっている、まあ、この何ヶ月かの間でも、アメリカを、一番集中した方が僕はいいと思います。で、今週出る多分最も一番重要なのは、どこだっけ、あ、すいませんね。OK。今週、April 9th、April 10th。一番重要なのは、この Weekly Jobless Claims って言って、まあ、1週間の間の失業率ですね。失業者の人数。なので、なぜこれが重要かというと、アメリカでいろんなデータは重要なんですけど、多分一番最も重要、一番マーケットが動いて一番敏感なデータは失業率なんですね。で、失業率をどうやって計算するかっていうと、まあ、それは毎週出てきてるデータの新たな失業人と、もともとの失業してる人たちを、まあ、全部足して計算する指数なんです。なので毎週毎週出てるのをすごく集中してるんですよ。で、先週出たのが、まあ、600万人だったんですね。Actually, it was even bigger. Previous. 660万人が失業者人数だったんです。本当にもう歴史的最大だったんですね。もちろん人口も上がってるので、1930代の大恐慌よりもっと上です。もちろん人口がもっと上がってるから。でも、一番重要なのは、やはり、この数ではなく失業率なんですね、パーセントだから。で、そこがとても重要で、まあ、これが発表されるのは確か、4月末か5月の始まりあたりなんだけど、まあ、今週は発表されない、それと来週は発表されないというところなので、一応マーケットは今のところは、今日出ている Weekly Jobless Claims がとてもとても、まあ、集中をしているということです。OK。コロナ。一応みんなに見せたいのは、まあ、大恐慌のこととか、話していますけど、これは事実ですね。まだ僕の解釈とかにはなっていません。一番最後に5番目に解釈を出しますけど、今日4番目に話したいのは、まあ、まずこれからいきましょう。アメリカではデイリーニューケースっていう、この指数、この計算が一番重要だと僕は思います。これはいろんなウェブサイトで取れる情報だけど、まあ、僕が使っているウェブサイトはここ、Worldometers。で、毎日出てる新たな感染人数を見るのがすごく重要なんです。なぜかというと、やはり、まあ、毎日指数が、プラトー、そこの変化、そこの伸び率がすごく集中があるんですね。で、そこの伸び率が、まあ、もちろん3月の間は極端に上がって、今のところはこの何週間の間、何週間ではなく、この1週間半ぐらいの間、少しプラトーしてるんですね。なので、まあ、そこも多分理由で、ストックマーケット、株式指数はすごく少し安定を始めていると思います。一応ここのウェブサイトには、まあ、もちろん death rate、毎日の死亡人数も出てるんだけど、これはだいたいディレイ、遅れてるんですね。マーケットっていうのは、まあ、だいたい一番先物のデータを見るのが好きっ
ていうか、それが大体当然あの、ま、マーケットの認識なんですね。だから一番最初に出るデータがこの感染人数です。で、まあもちろんマーケットが認識してて、多分皆さんもみんな認識なんですけど、このコロナウイルスの、死亡率っていうのは、普通の、フルーというのは普通のインフルエンザと比べると、まあ、60歳以上、特にまあ本当に65歳以下の人々にとっては、ほとんど死亡率があんまり変わらないんです。なのでこれがすごくすごく重要。なので死亡率が本当に変わるのが65歳以上の方、なので高齢者と呼ばれてるんですね。あの僕は大体あの65歳の人でも高齢者とはそんな old person とは思っていない。本当に人によると思うんだけど、まあ一応それが社会の定義です。なのでそこからの死亡率が随分と極端に上がってるんです。70代の人たちがまあ大体 4.8%、80代の人たちが 8.2%。だから本当に人の年齢と免疫と、まあ、よってあのこの症状が出るんです。あの無症状、何も症状出ないっていう人はほとんどなんですね。感染していて何も症状出てないという人たちはほとんど65歳以下の人たち、そうです、以下の人たちは、症状を出していない。一応これも、ちょっと頭に入れておきたいと思ったんです。で、最後に、まあ、これは、どこから取ったデータかは僕は、あんまり詳しく教えれないんですけど、一つの海外の大学、すごく有名な大学が、発表した、彼らのリサーチによると、多分この感染人数のピークはだいたい3ヶ月間かかるって書いてあるんです。で、これは本当にどれだけの、検査をするか、どれだけの、検疫をするか、本当に接触の仕方、アイソレーションの仕方によるけど、まあ大体3ヶ月でピークがなると書いてあるんですよね。これ感染人数です。他の、なんていうの、死亡人数は大体遅れがあると思います、ピークは。で、さっきも言ったように、マーケットは多分感染人数をすごく集中していると思います。Alright。多分一番みんなが聞きたいのは5番、僕の解釈。今までのデータ全部見て、僕は大恐慌はならないと思います。全然ならないと思います。なぜかというと、リーマンクラッシュと、1930年代の大恐慌、これは金融の問題でが原点で起こったクラッシュなんです。金融に問題があると、これはもっとあの市場と経済にすごく長引くんです。経済は金融、お金の流れで動いていて、その流れが止まってしまうと、そこは本当に回復が難しいんですね。あのこれはもう少し長く僕は説明できるんだけど、あまり時間がないので、この1ドル使うといっても、1ドル大体のお金は全部クレジットで動いてる、現金で動いてない。なのでお金は回るほど経済があの上昇するんです、上がるんです。なのでその周りが止まるととても危ない。今回のウイルスは多分ピークは3ヶ月以内に感染人数の新たな感染人数が出るような感じがする。しかもまあもちろんワクチンとかは時間かかるんですけど、お金の止まりではない。これは社会的な止まり。まあ今のところいろんな、政府、日本も、含めてあのロックダウンとか、ロックダウンような感じ、自粛要請をしているところが多いですけど、一応仕事は家からもできる、インターネットの状態なので、これは完璧に違うと思います。あの金融危機ではない。しかも3ヶ月の間に多分分からないけど、この感染者人数はピークする。なのでもしかしたら5月ぐらいにピークはあるかもしれません。なので僕の解釈では大恐慌はならないと思います。なのでそういうような話し方は、多分メディアがわざとみんなをまあビビるために使ってる、やり方だと思います。なのでそれが僕の
大体の解釈で、今日も YouTube ビデオで見てくれてどうもありがとうございます。ぜひ皆さんまだ登録してなかったら登録をお願いします。それと、ぜひ他の人たちにも僕のチャンネルとか教えていただければとてもありがたく思います。でもちろん僕も毎日、いろんなところでいろんなデータを投稿しているので、Twitter とか Facebook とか LinkedIn のところもぜひ見てください。株とか海外情報とか経済に対してのデータを投稿しています。今日もありがとうございます。これから英語バージョンにスイッチします。 Alright, my name is Dan Takahashi. Thanks for watching my channel. This channel is mainly dedicated to news about finance, markets, investments, politics, sometimes worldwide news. I'm cooped up in my apartment just like probably everybody else is in the world. Not everybody else, but about 50% of the world's population is in lockdown or in a lockdown similar phase at this momentin terms of my background, I'm a Wall Street guy. I've been on Wall Street since I was 19 as an intern on a trading floor. I started my own hedge fund when I was 26, and then I sold my stake in the hedge fund when I was 30. I've been watching the economy, been watching a lot of data, been watching the markets for a very long time. I decided to start this channel a couple months ago, mainly because I thought the world economy was in danger. I did not foresee coronavirus at all, but of course that capitulated into the economy going down a lot quickly. Now today I want to talk about what is called the Great Depression and what thatmeans, first of all, and then also my interpretation of whether that's going to occur again or not. Okay, so let's get started. Number one, what is the definition of the Great Depression? The Great Depression, as most of you probably know, was a severe economic recession that occurred mainly with the center in the U.S. in the 1930s. There was a stock market crash of 1929. It was in September of 1929.And the market, stock market, and looking at the Dow Jones, the market crashed 88% in a span of 2 years. It actually crashed 45% in 1 month, and then recovered about one third, and then went all the way down. Right now, we're at a similar point right here where the market has recovered about one third of its losses from last month. So there's a lot of chatter about a similar pattern occurring in the stock markets.I want to talk about why I don't think this is the case, but first I want to talk about what is the definition of a Great Depression. So the Great Depression was caused mainly by a financial crisis. In a span of less than 1 year, in 1930, I believe, one third of banks went bankrupt in the U.S. This was caused by huge amounts of debt, very similar to the Lehman crisis. So this was a financial crisis. That's number one I wanted to talk about. Number two.Recession, as I just talked about, Great Depression is a prolonged recession, according to Wikipedia, according to many economists. Recession is defined as two quarters of GDP negative growth, right? GDP is gross domestic product. It basically is the income of a country, and income of a country is published every quarter, so every 3 months. Most likely, it's going to be published negative for most countries,for the first quarter of 2020, which means January, February, March. Now, it hasn't been published yet, but in the meantime, before it gets published, in my opinion, looking at the leading economic indicator is your best chance of getting a glimpse of what's going to happen. The leading economic indicator is published by the conference leading, it's published by the Conference Board Leading Economic Board, and this is an American private institution, so not related to the government. And usually looking at their track record, looking at their history, their leading indicators are usually a good indicator of what's going to happen to GDP. In other words, it's going to be a good indicator of whether we go into recession and a Great Depression. Check them out. I usually look at the OECD data website. This publishes the leading economic indicators for the key countries. The key countries that you should be looking at are the US, China, Japan, Eurozone, because these four areas combined are about cumulatively over 70% of the world's GDP. So that's number two.Number three, just wanted to give you a quick glimpse of data that's coming out right now. GDP hasn't been announced yet, so obviously we don't know technically whether the world is in a recession. We don't know whether we've started a Great Depression or not. But in the meantime, the focus is a lot on U.S. data. Why? Because the U.S. has been the sort of the center of the world economy for a great number of years now. And looking at the U.S. data,especially there's a focus on anything related to jobless claims. I've been trading the markets for a long time, looking at the markets for over 20 years. Usually the non-farm payroll or the unemployment rate data is a very, very sensitive index. And this has not been published
recently, within the last week or two. But in the meantime, the closest data that you can get is called the weekly jobless claims. So looking at that is a very good indicator of what the unemployment rate will look like, and which in turn, which probably is going to be an indicator for the GDP, which is in turn an indicator whether we go into recession or a depression. Most likely, we will go into a recession, as in almost every country, I think, is going to have negative GDP growth for the first quarter of 2020. Some countries like Japan are probably going to enter a recession because they already had a negative GDP growth in 2019 fourth quarter. All right, so that was number three. Number four, I want to talk about coronavirus. And before I get into the fifth point, or whether what I think about the Great Depression happening again, just a quick review on the coronavirus. I've been tracking a lot of data just like everybody else. I think the US economy and the US stock market is very, very sensitive to this data. Daily new cases. Daily new deaths usually as a lagging indicator. Daily new cases usually the leading indicator. The markets want to know what's going to happen first. So daily new cases is usually a good indicator. Daily new cases obviously spiked up in March, but since about, let's say, early April, the daily new cases has actually been plateauing. So I think that's no coincidence that the stock market has also been stabilizing since early April, because it's probably looking at this data case. Also wanted to show you, everybody knows this, but the common flu is very similar in terms of the death rate if you're under 65 years old. Everybody knows this, but just wanted to point this out really quick. And last but not least, I've been looking at a lot of research published all over the world, but most likely the daily new death case and the daily new confirmed cases will peak in roughly about 3 months. So that's another indicator I just wanted to throw out there regarding coronavirus. Okay, so now you have all this data that I've just showed you, the definition of Great Depression, definition of a recession, what's going on in the current economy, what's probably going to happen with GDP, what is happening with coronavirus. What I think, I don't think a Great Depression is going to happen. If you look at the Great Depression, you look at the Lehman crisis, the main reason was a financial crisis, too much debt. And when money stops flowing, this is much more damaging to the economy than a virus. Yes, a virus, of course, is damaging. I don't try to negate this fact at all, but it's very, very different. Money doesn't necessarily stop flowing just because stores close. People can work from home. This is the age of the internet. So money can continue to flow in the economy digitally. So this is going to be a very, very different scenario compared to the Great Depression. Not only that, but the data that I just showed you from a research that I can't name, from a university that I can't name, most likely the daily new cases are going to peak within 3 months, if not already, especially for the US. So this is a very good indicator that this is probably going to be more short-term, not long-term. Thanks for watching my YouTube channel. Please tell your friends about the channel, as I'm still trying to decide whether I should keep the English version or not. I'm trying to increase my subscribers, so please spread the word about the English version. Thanks for watching my channel. Please subscribe, and I look forward to talking with you tomorrow. Good night.